前回のあらすじ。火曜ダンジョンで虹の番人ゲットに手こずるタクタク。確実にゲットできる方法とはいえ、一つのダンジョンを攻略するのに約1時間も使ってしまう。結局1時間やったのに虹の番人がドロップしなかったタクタクであったが、すでに2体所持していることを明らかにした。タクタクは何を企んでいるのか。この動画はタクタクがパズドラを通してパズルゲームマスターに成長するドキュメンタリーである。はい、どうもタクタクです。今回もパズドラ実況をやっていきます。今回はですね、前回、虹の番人を、ゲットしたと思うんですけども、ゲットはしてないんだけどね、ゲットしてないんですが、ちょっとねあることをやりたくていっぱいゲットしたんですが、それの結果がですね、ちょっと今出てくるかな。これですよ。この虹の番人3体いるという状態。あとですね、まあ何がやりたいのかというとですね、僕今ですね、使っているのがこのカオスドラゴンナイトを今現在使っているんですが、ダークドラゴンナイトから進化させてカオスドラゴンナイトにしました。まあ、そのくだりちょっとやりたかったんですけど、ちょっとなかなか動画を作る時間もなく、そこはちょっとできなかったんですが、カオスドラゴンナイトに頑張ってしました。で、今回これをですね、究極進化させようじゃないかと、そういう企画でございます。じゃあなんでそんなね、虹の番人、2体も3体もいるんだというのは、ちょっとですね、このカオスドラゴンナイトだけ進化させるわけではないからです。なので、まず、このカオスドラゴンナイト、進化させていくんですが、まあ、これパズドラやってる人なら、まあ、分かってることを今から言うかもしれないんですが、その究極進化って何ですかというのは、まあ、その名の通り、この一番最後の進化系よりさらに上ですね、究極進化をするモンスターがいると。でその究極進化できるモンスターをさらに進化させるというのがその究極進化。まあ、そのままの意味をまだ当たり前のように言ってるだけなんですが、僕も本当初心者で1ヶ月まだ経っていないんですが、こちらをですね、なんとか毎日数時間やっていくことができましたので、今回やっていきますよ。では、究極進化はですね、進化合成ではなく、パワーアップ合成から行うということらしいですね。もうすでにですね、僕は究極進化させたモンスターが、あれ？ちょっと待ってね。いるんですけど、この、機能を愛想までいいのかな。これはですね、確か究極進化じゃなかったかな。これをさせたんですが、というわけで今回2回目になるんですが、このカオスドラゴンナイト、これをですね、まずベース選択でベースモンスターに選択しますと。で、このまとめて追加で一気に追加しちゃいますけど、次にですね、素材選択で、究極進化に必要なモンスターを選択していくということですね。ではちょっと順番に選択していきたいのですが、確かですね、ちょっと待ってね、あ、これだ。この、なんだっけこれ、この人、闇の番人、闇の番人と虹の番人、次は、ドラゴンフルーツ、そして、ダブル、なんだっけ、なんとかリット、あと、ダブル、なんとかリット、名前が出てこないや。うん、この5体を使います。で、これで OK を押すと、で、ここで注目してほしいのが、この合成、この究極進化の場合、右下にある緑色の合成開始というボタンが、緑黄色になってるんですよ。ちょっと試しにこの、なんだろう、違うモンスターをちょっと選択してみると、見てください。ただの緑と白の点滅になっちゃうんですね。で、究極進化できるサインというのが、この緑黄色に点滅しているというのが究極進化です。まあ知っている人は当たり前だぜって感じなんですけど、まあ知らない人は勉強になったと思います。僕もこれ最初知らなくて、どうやって見分けんだこれと思って。そしたら究極攻略アップバンクさんの、サイトにそう書いてありましたので、僕も参考にさせていただきました。では、いきますよ。合成開始。3以上のレアモンスターが含まれています。本当に合成しますか？はい。そうすると、パワーアップ合成で、この選択肢が出てくるんですよ。通常合成しますか？それとも究極進化しますか？で、当然、究極進化させたいので、進化させるを選択しましょう。進化させる。これ僕2回目なんでね、もう機能、愛想がで、実践済みです。いきますよ。進化合成すると、カオスドラゴンナイトボイス。
こいつに進化するということですね。本当に進化させてもよろしいですか。はい。おお、どうなる。衝撃レア。おお、かっこいい。おお、ちょっと、あ、ちょっと、お、いい、いいですか。なんかちょっと余韻に浸っても、いやー、長かったな。長かった。1ヶ月やってないけど、最初にこのモンスターが出て、みんなにダークドラゴンナイトが出たって言った時に、強いんですかって聞いた時に、うん、微妙ですと、もう一回最初からやり直しましょうって言われた時、ちょっとショックだったな。まあでもね、これで休養してみました。ちょっとじゃあ能力見ていこう。ああ、ああ、これは普通にあれか、レベルアップですね。いや、ちょっとステータスを見ていきたい。すでにもう強いですよね。コストは、チームコストがオーバーしてしまい、チーム編成をしてください。なんだと?とりあえず外しとくか。それを考えてなかったな。全く考えてなかった。他にもオーバーしてるのがあるのか。他のとこ大丈夫だ。大丈夫ですね。ああ、ここ大丈夫じゃない。ここはちょっと、なんか適当に。愛想がいいにしても。え、マジか。マジか。マジか。ちょっと、究極進化も楽じゃないですね。あーし、ちょっと見てこう。情報を見る。カオスドラゴンナイトボイス。スキルがドロップ変化闇。光ドロップ、闇ドロップに、変化させると。で、リーダースキルが強いんですよね。ドラゴンタイプのヒットポイントと攻撃力が2倍になると。僕はこの、カオスドラゴンナイトボイスでドラゴン軍団をちょっと作りたいんですよ。リーダーがカオスドラゴンナイトボイスで、次の、その、他のサブですね。サブメンバーがドラゴンと。そういった、ちょっとベタなチームを作りたいです。なので、このカオスドラゴンナイトが僕の要になってますね。よし。じゃあこのカオスドラゴンナイトのステータスを見たところで、次はですね、僕が一番お気に入りのモンスターを究極進化させます。それがこのドロイドラゴン。僕が一番好きなドラゴンはこのドロイドラゴンくんですね。まあ、なんですかね、やり始めた時にすぐゲットできたっていうことと、何より僕アンドロイドユーザー、アンドロイドスマホを使ってるので、もう愛着があるんですよね。で、このドロイドラゴンくんを究極進化させたいと思います。しかもこのドライドラゴン、なんとですね、この究極進化させやすいということで有名らしくて、まずドライドラゴンくんを選択すると。で、まとめて追加。でですね、木曜ダンジョンだっけ?木曜ダンジョンだったっけな?木曜ダンジョンに出現するこの、ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツ5つで進化させてしまえるということで、このドラゴンフルーツはですね、あまりドロップしない、いや、結構ドロップするな。結構ドロップするし、でもですね、ドロップしないときは本当ドロップしないっていう、そういう進化合成用モンスターなんですが、これがですね、割とでも進化させやすいと。なぜならそのダンジョン自体がそんなに難しくないダンジョンなんですよ。上級だったかな?間違うか。目標ダンジョン、ただの目標ダンジョンなの。で、ドロップすると。そういったモンスターなので、非常に進化させやすいです。まあ、結構根気がいりますけどね。何回も入んないといけないんで。じゃあ、これを OK にして、見てください。右下。緑黄色になってますね。じゃあこれで合成開始いきますよ。合成開始。よし、このドロイドラゴン君ともついにトップドライドラゴンとして一緒に冒険することができる。うわー、来た。究極進化すると、まあ攻撃とかはね、お、攻撃変わるじゃん。623になる。熱い。じゃあちょっとうだうだ言って進化させるぜ。進化させる。トップドライドラゴンホット時間させてもよろしいですか。いくぞ。おー、いやいや、衝撃レア、かっこいいのかどうなのかは、まあ微妙として、真ん中にね、Google の検索バーが入ってるしね、なかなか、可愛いデザインとなってるんじゃないでしょうか。この右と左のは何なんですかね、このダイヤっぽい。このダイヤっぽいやつは何なんだろう。まあそこからもしかしたら、こう、攻撃とか、するのかもしれないですね。まあ、その辺はちょっとよくわかんない。またコストオーバーが。やばい、ちょっといろんなものが破綻していっている俺のこのパーティーの中で、ちょっと適当に今チーム編成適当にしますけど、
チーム編成は適当にしますけど、まあ、ちょっと許してください、その辺は。よし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 。で、次は、その、トップドライドラゴンちょっと見てみようか。情報見る。ほうほう。ヒットポイント、やっぱヒットポイントがですね、最大で3000、何ぼだっけな、3010ぐらいになるんですね。しかもですね、右の方の覚醒スキルっていうんですかね、これ。覚醒がですね、なんだ、毒耐性、闇、暗闇耐性、お邪魔耐性ということで、ほとんどなんかそういう妨害行為をなんか受けないらしいんですよね、これ全部覚醒させると。そういったなんかなかなかガードの強いモンスターになるらしくて、あと何よりですね、スキルのググルを見てください。ググル。一旦の間敵の防御力をゼロにするという。これ防御力9999みたいな、そういうなんか硬いモンスターでもゼロにしてしまえば。で、まあ大体硬いモンスターっていうのは防御力、ヒットポイント低いんでね、一撃で倒せるんじゃないかなってちょっと思うんですよね。そのまあそれは僕の初心者のこの、まあ浅はかな考えなのかもしれないですけど。まあリーダースキルはまあどうなんですかね。ダメージを受けると稀に貴族性で超反撃するって書いてますけど、これはいいのか悪いのかちょっとよくわからないです。今までその超メタリックボディをちょっと使って検証をして、発動したことがないので。まあ稀にって書いてありますからね。超反撃ってもうどれぐらいなんですかね。もうすごい大ダメージなんですかね。ちょっとそういうのも見てみたいところなんですが、まあ、トップドライドラゴンはこんな感じ。うん、で、やっぱ左右のやっぱダイヤが気になるけど、これ多分あれですよ。機動戦士ガンダム的に言うとやっぱファンネル。フィンファンネルみたいな。なんか、ウィングみたいのもついてるしね。なんか、ファンネル的なそういう。いや、どちらかというと、あれですかね。クイーンマンサーみたいな感じに見えますかね、トップドライドラゴン。まあいいや、もうちょっと、この下り長すぎますね。はい。というわけで、次、最後のモンスターいきますよ。何より僕もやっぱり、この、思い入れのあるね、モンスターといえば、この、カオスドラゴン、ボイス、あれ、カオスドラゴンボイスがいねえや。どっか行っちゃった。あ、いたいたいた。このカオスドラゴンボイスなんですが、何よりですね、一番最初にやっぱゲットしたというモンスターは、この、氷海竜プレシオス。このモンスターがですね、やっぱ一番最初にゲットした、なんだっけ最初。青いモンスター、御三家と呼ばれるやつですね。の青のドラゴン。これをですね、やっぱ思い入れ深い最初にもらったモンスターということで、結構対応してたんですが、ついにこの度、究極進化ができるということで、まあ、一気にやるなよと。もうすでにコストオーバーしてて、お前その、全部やると、すべてのモンスター、組み入れられないじゃんみたいな、そういう、なかなかのね、破綻した、実況となってますけど。まあまあまあ、僕はちょっとこの度のその、究極進化をしていきたいなと。ただそう願っているだけですね。何それ願っているというか思っているだけですね。で、このモンスターちょっと進化させるために今、どんどん やっていきたいと思いますが、あれこれ大丈夫だよ。これパープ、あ、パープ合成だ。パープ合成。はい。パープ合成で、まず必要なモンスターがこれ。ダブルエメリット。あとは、どれだったっけ？あ、これだ。進化の仮面。違う。なんとかの面の、そう。いいやつです。いいやつとか悪いやつとかっていう。で、虹の番。名前がほんとね、いっぱいすぎて覚えられないですね。昔のその、ね、ポケモンとかやってた頃は、他のゲームの名前出すのは申し訳ないですけど、覚えれましたけども、もう限界です。のには限界がないっていうけどね。もう僕は限界です。じゃ、この5体をいきますね。はい、来ました。また緑と黄色。まあ当たり前なんですけど、点滅します。これは間違いないということを確認して合成開始を選択。で、いきますね。はい。お、来た！究極進化。左の方ですね。合成により新たなる能力を手に入れられそうだ。進化させますか？当然進化させますね。何になるんだ、これは。進化させる。あ、氷海竜デプスプレシオス。になるみたいですね。よし、行くぞ。おお、わあ、かっこいいけど、かっこいいよ。かっこいいけど、ちょっと思ってた感じとちょっと違ったな。レベルアップ。レベルアップ。まだ上がる。レベルアップ。スキルレベル上がれ。わかんないか。チームコストがオーバーしてる。おお、もう限界や。74か。ちょっと待って。とりあえず外しておこう。チーム編成はもう終わった後にしよう。外すと。他はどうですか？
他は意外と。お、トップドライドラゴンと組み合わせると、お、あとコスト7のモンスターを入れられるか。そういうことも考えない。おお、これもうバシル。ちょっとリーダーを変えよう。何でもいい、何でもいいです、何でもいいです。ちょっとこの場をしのぐだけだから。はい、これ別にあれかな、関係ないのかもしれない。もしかしてコストオーバーのままにしといても問題はなかったのかな。はい、はいはいはい、こんな感じですね。で、じゃあちょっと見ていきますか。今合成したモンスター、モンスターバックス、評価いるデプスプレシオス、情報見る。ドラゴンタイプですね。でスキルブリザードブレス、2ターンの間水属性の攻撃を少し上げ、さらに攻撃力かける20倍の水属性で攻撃すると。で、このブリザードブレスって確か全体攻撃ですよね。で、かける20倍なんで、うん、どうなんですかね、強いのかな。798の20倍だから、10倍で7098、20倍でかける、ちょっとパッと計算できないんですけど、まあ、1万5000ぐらいです。1万5、6000です。ごめんなさいね。で、リーダースキルが、水属性の攻撃力と回復力が2倍になるよと。いうことですね。まあ、デプスプレシオスをおそらくリーダーにすることはないと思うんですが、うん、なかなか強い状況じゃないか、モンスターじゃないだろうか。一応こっちの方にも特性、耐性か、ヒットポイントが強化、ヒットポイントが100アップするか、それはいいのか。攻撃強化、攻撃力50アップ、お、攻撃力が上がるっていうのは美味しいね。スキルブースト、チーム全体のスキルが一旦溜まった状態で始まる。おお、マジでこれいいの、これいいの、スキルブーストいいの。なるほどなるほど、1ターン溜まった状態か。あ、じゃあ20ターンのやつは19っていう、そういうことですね多分。はい、あ、まあ、まだパズドラよく分かってないんで。はい、というわけで、じゃあちょっとここ全部これチーム編成するとこどうなっちゃうの、ちょっとなんか適当にいいモンスターだけでいらんとんけど、とりあえずこのドラゴンカオスドラゴンナイトボイスは入れたい。でまとめて選択ちょっとしようか。でまとめて選択すると、ちょっと待ってね。選択をクリアしようか。選択クリアして、カオスドラゴン入れる、評価入れる、あとは、当然トップドライドラゴンも入れる。トップドロイド、トップドロ、言えてない。トップドロイドラゴン、あ、いたいたいた。トップドライドラゴン入れる。あ、水属性がつくんだ。トップドロイドラゴンになると。あのファンネルみたいので、水属性攻撃をしてくると。コストオーバー、どれだけコストオーバーしてるかが知りたいけど。あとは、ま、入れたいドラゴンは、そうだな。進化させると、まあ、この闇、いや、できればね、この闇はもう被ってるんで、光のドラゴン。あとは火のドラゴンがいれば完璧だよね。火のドラゴンがいれば完璧なんだけど、まあ、どうしようかな。まあ、闇ドラゴンをじゃあ、入れる、あ、コストオーバーだから入れられない。入れられないのか。もう何も入れられないじゃん。何も入れられない。これもじゃあちょっと一回、ダメだな。入れられないですね。どんだけのコストが必要なのかちょっとわかんない。この3体だけでどれだけのコストがかかっているかっていうのをちょっと見てみよう。すごい今回グダグダだな。キレのない。キレなどもともとないんだけど、よりキレのない、そういう時給になってますね。はい。これ入れると。あー、なるほど。もう結構厳しい。結構厳しいよ。結構厳しいから、これ入れちゃうともう、あ、ダメか。これ入れちゃうともうダメだ。で、この3体ちょっと見てみる。3体でも64か。それぞれコストが、か。いや、ちょっと高いコスト。これレベル、ランク上げないとダメですね。ランク上げをしたいです、しばらくは。ランク上げをして、30レベルぐらい上げると、まあ、それなりの好きなモンスターを入れられるかなっていう感じになるかな。はい。というわけで、今回はすごくダラダラとした実況動画となってしまいましたが、僕のこの好きなモンスター3体をなんとか究極進化させることができました。いきなりこの3体を一気に使うという状況にちょっとできなくなっちゃってますけど、このままですね。パズル引き続きやっていって、ランク上げていきたいなと思います。で、他のモンスターもどんどん究極進化させていって、いずれ、こう、最強のパーティーを組んでいきたいなと思っております。というわけで、こちらのパズルの実況も、ぜひお楽しみに、お待ちください。あとですね、ちょっとお知らせがあるんですが、現在ですね、YouTuber と、
こちら番組をやっておりまして、その番組の内容というのがですね、タイトルが、ガジェット通信様が提携してる番組なんですが、マックス村井と YouTuber がまったりパズドラ40時間という番組を、こちら放送しております。僕も出演予定で3月16日日曜日の17時半から19時の枠23枠目こちらの枠に参加しようと思っておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。詳細についてはチャンネルの URL チャンネルに URL かな、説明欄に URL を載せておきます。あとですね、マックス村井さんのチャンネルにもそちら、詳細がございます。あとはですね、ガジェット通信様の方のホームページ、こちらの方でもご確認できるようになっております。でですね、過去のもうすでにですね、いろんな実況者さんがこちらですね、23枠目と聞いてわかるようにですね、いろんな実況者さんがもうすでにコラボレーションしております。なのでこのアーカイブの詳細につきましても、マックス村井さんのチャンネルでご確認できますので、マックス村井さんのチャンネル、あと、僕のですね、出演予定の、そちらのライブ配信用の URL も合わせて説明欄に書いておきますので、僕の、URL の動画はですね、実際にその時間にならないと見れませんので、実際に今チェックしていただいても見れる状況にはなっていません。16日の17時半から19時の間で放送されますので、そちらの時間できればお待ちいただいて17時半からご覧いただきたいと思います。というわけで宣伝も言っちゃいましたが、今後もパズドラ、更新頻度は低いんですが、ちょこちょことやっていきたいなと思っております。というわけで他の動画もよろしくね。では違う動画でまたお会いしましょう。ではまた。